はい、行きますよ。はい。はい、ヤマタヌキのパワービジネスっていうのもやってみたいと思います。ヤマミミズ。こ、小森さんかですね。そうですね。小森臭がしますよね。なんでこんなことに。なんでこんなことに。はい。釣りに行こうって言って、はい、いきなり田中さんがうちに押しかけてきたんで、はい、とりあえずどっかに捨てに行こうと思って今車で南房総の方に向かっています、まあ、流れ的には12ヶ月亀山高齢ですね。そうですね、はい、亀山にたどり着けばいいんですけどね。なんすかそれ、私学編取りに行くんじゃないですか。次小森さん、やっぱりこれ亀山じゃないですか。今房総スカイラインで、これそうですよ、亀山行きますよね。亀山行きます、はい、亀山の方に向かってます。もっと豊房とか、はい、戸面とか高滝は市原を通り過ぎた時点で、はい、ないなと思ったんですよ。大さん、休みじゃないですか。どういうことですか。はい、田中さん到着しました、亀山ダムです。いや、これ笹川ボートさんですよ。笹川ボートさんで、なおかつそんな字も見えますね。今日定休日じゃないですか。定休日じゃないですかこれ。コールさん、おかしいな、あれ。いや今日はねちょっと趣向を変えて、はい、亀山ダム上流に来てみました、はい、だいぶ上流ですね。だいぶ上流ですね。だいぶ上流ですね。はい、元上流じゃないんですかこれ。元上流に。ところが坊亭さんがお休みというね、笑っちゃいますね。これはバス釣りリアルです。僕ね、こう普段行かないから何にも考えてませんでしたね。いや、で、はい、あれ、ここも静かだな。やってる感じないですよね。静かだな。どっちも休み、やっぱりこれ海辺でビールじゃないの今日は。やばいな、ってことは豊房も混んでるかな。こういう人連れてるみたいですね。なんていうかもう本当ショックですよこれ。暴走ドライブになってますね。ショックですね。ショックです。木曜日は釣りするなってことかもしれないですね。そうですよね。今日僕釣り以外の道具何も持ってきてないんですけど。だからさっきのところでやっぱ浮き輪買って、海からお姉ちゃんナンパしにいないよ。お姉ちゃんもちょっとそうですね。お姉ちゃんナンパとか言ってる時点でもうお前いくつだよって話です、ね、うん、なんかそう波の数だけ抱きしめてるんですね。古いな。コンクルージョン。毎月亀山、7月編。今日は亀山の支流に上がってきました。これは支流に当たるんですね。まあ東京湾を通じて支流ですね。はい。まあおそらく僕はほぼレンタルボートでこの湖出るのは初めてなところです。はい。三島湖ってことででしたっけ。まあ関東の某ダムで。はい、まあね、昔はねよくね来てたんですけど、まあ坊亭さんがまだオープンしてない頃ですね、はい、なかなかレンタルで来る機会はなかったんですけども、一番いい時期に来れてよかったなと思ってます。はい、今日は楽しかった。これからです。これからか。はい、今日のテーマもし何かあれば。はい、今日はですね、ちょっと僕が今無理って作ってもらったヤマミミズっていうゲリー山本のワームがあります、はい、どんなワームかっていうと、ヤマミミズ、いよいよ登場、超生命体マテリアルゲリー素材の水型ワーム。それ何読んでるんですか。カリフォルニアロールに代表されるボディの太さにテーパーのないノンテーパーワームは、ネコリグルダウンショットワッキーなどで使用した時にフックをかけた位置に加えたアクションがテールまでロールしながら伝わります。このアクションはバスの食欲を刺激するクワサイアクションです。2016年のサメヨロダムとか2016年の、ま、七色ダムで僕が使って優勝したテクニックですね。あと2018年のバサオールスタークラシックもこのノンテーパーのワームネコリグで釣って優勝してます。で、他を圧倒する実績を誇る超生命体マテリアルのゲリー素材によりこのテクニックがさらに究極のものへとなることが間違いないでしょう。ネコリグはもちろんワッキーダウンショット、ノーシンカー、ジュグヘッドなどあらゆるライトリグに対応しています。ラージマウスバスはもちろんのこと、スモールマウスバスにも食わせの一撃となります。こういったワームですね。今急に始まった。何ですかそれ。これ解説ですね。あのちなみに僕が書いた文章なんで、はい、今あえて読んだように言いましたけど、はい、内容は僕が考え、はい、内容です。
あの、はい、小森さんがずっと武器にしていたやつを、はい、もうゲイリー素材で、そうですね、完成させたっていうことで、ね、まあ、あの単純にゲイリー素材っていうだけで、あのそのタワーとする超過の実績っていうのは皆さん分かっていただけると思うんですが、まあ、あのノンテーパーワームのメリットっていうのは、輪軸って昔小学校の時習わなかったですか、でっかい外円と中心と軸の回転と外の回転で加わる力が違うっていうありましたよね。でワームのこの軸に対してこういう回転アクションを加えた時に、テーパーが細いと輪軸の関係で先っちょに加わる力ってのはちっちゃくなっちゃうんですよ。大きな力が小さくなっちゃう。逆に言ったらギアと一緒でね、小さい力を大きくすることも本来はできるんですけど、そのクックのかけてる部分に加えたアクション、同じアクションがテーパーの先までつながる、これがノンテーパー、太さの差のないテーパーのないワームの、特徴なんですけど、まあ、それによりこうシェイクするとそのワームの先端までクリックリックリックリって回りながらシェイクしてくれるんです、はい、これがね実はこの細いストレートワームのネコリグの肝で、まあ、これとは逆に1箇所で動くか動かないかでそのビビビっていう微波動シェイクをするのも確かに一つのネコリグの肝でもあるんですけども、1箇所でこう、こういうロールをボディに加えながら誘うっていうのも究極の、まあ、誘い食わせテクニックなんですよ、まあ、これが実際できると、まあ、あの見えてるバスだったりとか、あるいは見えないところでもそれカバーの中だったりとか、いて口使わないバスに結構簡単に口を使わせることができるテクニックです。これがやりやすくなった、そしてなおかつそのゲイリー素材で、まあ、他のバムに比べてちょっとその張りがあるものもアクションがすごくつけやすくて、で、まあ、僕はストローシェイクって呼んでるんですけども、水中でネコリクをやりながらネコリクがこうなるんじゃないし、こう立ってこうなるような、そういうストローのようなアクションが、ストローをこう回すようなアクションが出せるっていう、まあ、そういうことができるミミズ型ワーム、ヤマミミズ、今日これでね釣りたいんですよ。大きなそのコンセプトは、はい、優勝とかもされているカリフォルニアロールがあって、はい、それのより小型で、小型ならではな使い方に特化した新製品って感じ、ね、そうですね、まあ、カロリアロールはカバーで投げ打ちたいわけですよ、はい、カバータックルでやる上である程度重量がないと入れにくいじゃないですか、はい、そういう意味であの重量のあるワームってのはすごく武器になるし、はい、トネガーみたいな流れのあるところでは、はい、あれぐらいのやっぱボリュームがないとバスをしっかり誘えないんですよね、はい、でむしろこういうリザーバーでも水が止まっちゃった時なんかやっぱりフラフラ浮いてるやつってさすがにちょっとカルフォルニアロールじゃでかいなって思うじゃないですか、はいはいはい、そういった時に食わせの一撃に入れてほしいなっていうような感じですね。いよいよ姿形もお目見えしつつ、そうですね、まあ、何の変哲もないストレートワームです、まあ、ストレートのワームって結構いろんなメーカーから出てるんですけども、はい、その中でも本当にもっと他社よりも特徴がないです、はっきり言って、まあ、まっすぐにテーパーも何もついてないです、テールも綺麗に削ってあるような感じで、それがまたいいんですよ。で太さと針の強さ、その辺は絶妙なバランスになっているので、まあ、脳神経で使ってもこう落ちていくときにゆらゆらする。でワッキーで使えばもちろんこういうロールアクションが出せる。ワッキーダウンショットで使っても、まあ、こういうアクションが出せるっていう、まあ、そのアクションが思いのままワームが勝手に動いてくれるのに、人間が意図したアクションがそのまま体験できる。それもこのワームの強みかなと思ってます。今日一日よろしくお願いします。お願いします。M2 フックっていうガードなしマス針ノーマルバージョンの8番、このヤマミミズにはこの8番が一番いいです。これを刺します。この8番で脳進化からねゴリグまで全部やっちゃうんですけども、よいしょ、まあ、リザーバーの場合もう基本中の基本のこの3ポンドライン、ULS フックマス針8番っていうこの脳進化状態、まあネコリグで使うけど、これは絶対にどんなリザーバーに行くときでも持っていきます。これで虫もやるし何でもできちゃうっていうようなセットです。で今回はネコリグなので、よいしょ、だいぶこのカメラアングル上から喋ってますけどはい、これね、ヤマミミズで、これこのまま刺してもいいんですけど、これ絶対ワッキーチューブをつけた方がいいです。まあ、理由はやっぱルアーのロストをなくすためっていうのと、まあ、あとはまあキャスト切れですよね。ここ一番やっぱりキャストに力が入っちゃうんで、キャスト切れをやっぱり一番防いでほしいです。
平和キューブ3ミリを使います。3ミリを、4ミリか5ミリぐらいの長さに切ってで刺していって、これね、まあ、サイドで使うときとかは前より、長くシェイクしたいときは真ん中寄りってしていくんですけど、まあ、大体僕はこれぐらいのところかな、前から大体3センチぐらい、ボディの3分の1より短いぐらいのところにセットして使います。まあ、ネイルシンカーインサートするんですけど、その前に針を刺します。針は、まあ、縦刺しでも別に構わないんですけども、ワームに対して縦でも、僕は横刺しをします。で、右手で腹筋をさせるので、その時にしっかりと内側に腹筋させなきゃいけない、外側に腹筋させなきゃいけないわけだから、内側から外にかけます。右手の時はこっちが下になるんで、下を向いてここにこうやってかけます。これによってこう合わせた時に外側にフックポイントがあるから、しっかりと口の外にかかります。これちょっとした心遣いですけど、フッキング率が多分 15% ぐらいアップします。で、今回は 0.8g の、スタジオ100のネイルシンカー 0.8g をインサートします。まあ、先に切りとかで穴開けてやった方がいいかもしれないですけど、僕はこれぐらい長さだったらもう一発で一発勝負で、これ出しといてもいいんですよ、これちょっとぐらいは。まあ、入れちゃった方がシンカーだけなくなりやすいけど、基本的に一発目はなくなりにくいです。なのでぐちゃぐちゃ刺すよりは、一回刺したらその時はそこで止めちゃっていいと思います。これ刺し直したりするとずれてくる。これが最もスタンダードな山見水の使い方、猫流ですね。これで、狙ってきます。まあ、見えてるバスも見えないバスもこれを使って釣っていきます。コンクルージョン。まあね、これうっすら見えてる立ち木にかけて中層をちょっとシェイクしてるんだけど、枝っぷりの入り方がわからないから、結構比較的新しい木なんですよね、これね。だから枝に引っかかっちゃう。いないね、そこ。流れ込みから落ちてきたミミズだと思って、ね、落としてくれますね。小さいな。これ以上亀山行ってるぞ。まあまあ、いやー、ミミズ一匹ね。ファーストフィッシュってことでいいですね。OK？ 小さいよこれ。いい、でもありがとう。26センチ。まあ、この釣り方になっていくだろうな。まあ、サイトでもやる場所なんですけど、一回壁にこう当ててやって、はい、壁から落ちてきたミミズだよっていうアピールをしながら、はい、そのストローシェイクを交えて岩盤沿いを這わしていくっていうような。あ、これボトムついててもついてなくてもいいんですけど、基本はボトムにつけて、はい、まあ、何かストラクチャー周りに一回ルアーを隠してやったりするんですよ、ね。はい、まあ、止めといても食いますよ。落ちてる時にバスが発見してくれてれば止めてからのが食ったりもしますね。はい、今このどこにバスがいるかちょっと見えないんで、上陸って水も悪いし、で岸に近いところにストラクチャー、要は立ち木系のものがあるところに魚いたんだけど、で引っかかっちゃうんで、アプローチをちょっと違うものに変えていこうかなと思ったら、まずちょっと一回連れてくれました。この壁に絶対当てて落とす肝中の肝です。これ今ガードなしのマス張りでやってるんですけど、その、まあ、しっかりとワームを立てるアクションをすれば案外引っかからないんです。かかってもほぐしていくように丁寧にやっていくと、針先がかかる前に、これスプリオフックの M2 フックの今8番を使ってるんですけど、まあうまくほぐしてやると意外と引っかからないです。でこの中にギルのバイトは結構出てるんですけど、まあ、ギルバイトとバスのバイトをしっかりと見極めて出合わせないと、まあ、ロストが激しくなってしまうんで、ギルが反応してくれてるっていうのは肝で、バスがそれを横取りするようなロケーションをちょっと今狙ってるんですけどね。まあ、あんまりこう、まあやっぱり上流近いところはいい魚を上流に取られちゃったりもしてていないですよね。入ってすぐの時にちょっといたんですけどね。まあ正直この湖の地形やその構成、どこにインレットがあってどのぐらいの水量入ってるっていうのを含めて
全く僕知らないんで、まあここが一番いい場所なのかどうかもわからない。立つと見やすくもなるんだけど、はい、魚からも発見されやすくなっちゃうんですよね、はい、今ちょっと濁ってて魚の方が有利ですよね。人間が見にくい日陰になってるし、ここだから立ったら方が不利になりますよね、逆に言ったら、はい、そうやって座ってたんですけど、まあ七色をやった時だってこういうワームで飼ってますけど、はい、ジャップ3本とか初日釣れたけど、うん、ちっちゃいのもいっぱい釣れましたからね、はい、ギルも含めて。だからあんまりね、ちっちゃいワームだからでかいのが釣れないっていうのは嘘なんだけど、それでかいもの使ってたらでかいのしか釣れないですよ。ちっちゃいのなかなか釣りづらい。だけどまあどっちも釣れるっていう意味では、こういう釣り方、食わせ方を一つ持ってないと厳しいなと思った時はやっぱりしんどくなっちゃうんで、まあ、そういう時のためにも山水は絶対入れといてほしいなと思ってます、はい、あと今これ 0.9g っていう進化を入れてるんだけど、はい、ポイントだったな。まあそのウェイトを入れて、まあゲイリーマテリアルってこともあるんで飛距離がしっかりと出せる、はい、これぐらい離れて岩盤に当てれるっていうのはちょっとやっぱり大きいですよね。全然ショートしないですね。ちょっとショートはしないですね。うん、抵抗のないワームなのですごく投げやすいっていうのもありますし、やっぱこれノンソルティではなくてフルソルでもない半ソルっていう、そのソルトの量ちょっと少なめの素材なんですけど、ゲイリーの中ではそれでもやっぱり比重という意味では他のワームよりはちょっと若干重量感感じると思うんで、とってもキャストはしやすいです、うん、その証拠にこれ脳進化にしてもそこそこ使えます、はい、この枝に引っかかっちゃったな。ほら今引っかかったんですよね。ほぐしてやれば取れる、うんうん、結構しっかりした枝に引っかかったんですけど、そんなにそれも苦にならない。もちろん縦刺し、はい、そうです。縦刺しじゃないです、横刺しです。あ、はい、横刺しにしないと回転を与えられないんで、ルアーにこういう、あ、これも一つの肝で、縦でもいいんですけど使い方にもよるんですけど、僕は横刺しで刺した方がそのロール回転が出しやすいと思ってます。うん、右手で竿を持つときは外側からこういう風に刺して、はい、逆のときはこういう風に刺しっていうような、利き腕に合わせて、まあ、合わせるときにこっちに合わせますからね、はい、だから利き腕に合わせてフックポイントも変えて横刺しにしてます。それもちょっとした肝ですね。ブルギルしかいませんねこれ。うん、さっきあそこにいっぱい行ったんだけどな、朝から行ったり来たりしてるんですよね。行っちゃったんじゃないですか上に。あ、まあ、たっきり来ないですよ。暑くなってきたから一回上は見に行くでしょうね、バスも。バスが？あちーっつって。来れるかなこれ。三分ぐらいよ。上だ上だっつって一回上がってるかもしれない。うわ、来た来た。わあ、なんだ。釣れてる。ちょっと困りますね。釣れてたんですけどね。はい、山水ちゃん。よいしょ、はい、ちょっと長さがアップしました。あー綺麗ですね。はい、山のミミズブッシュにまぐれて本物のミミズみたいになってますけど、うちに食ってきました。いい、こんなのも入れて数釣ってるんですよね、みんな。多分そうだと思います。グッズサイズだけでは伸びないですよね、数はね。いい、35ぐらい、それないな、33ぐらい、なんかいっぱい食ってるけど、まだ全然引かないです。バイバイ。ちょっと三島としては物足りないサイズ。コンクルージョン。コイもいますね、三島もね。はい。コイの商品、バスいるじゃん、これ。バス釣れないだろうな。バスじゃないな、コイの商品、ヘラがいたる。ヘラでかいな、これ。50ぐらいのヘラがいました。70ぐらいのコイ。はい、おっしゃ、走るなこれ。一撃
山ミミズ余裕になってきましたね。いい、まあ、この釣りになれば最初探してたから難しかったけども問題ないです。山ミミズ投げときはも間違いなし、はい、そこ竹の木があるじゃないですか、はい、その竹と岸の間に落としてやったら一撃でしたね。ボトムついてから食ってきましたね。イエーイ、まだ小さい、もっと大きくなってくれちょっとかかると魚探かけられないからね、結局、うん、ディーパー貸しましょうか。ディーパーで海って役立ちますまあまあ遠投しなきゃいけないですか。いや俺海でしか使わないまだディーパー契約してるんですか。契約っていうか友達契約じゃないですよ。おおおおお入れといて、出よ。後ろから来た方がでかいな。このサイズ釣るのは簡単になってきました。よし、いい。ありがとう。33ぐらいですね。このサイズが多いですね。アベレージ。これって三島湖のアベレージよりちっちゃいんですか、大きいですか。ちっちゃいと思います。ちっちゃいですか、やっぱり。ちょっとやっぱり外れてますね、パターンがね。引きますけどね、魚は。今年のアベレージなのかもしれないですけどね。あ、まあ、僕はほら、初めてなので、昔はもっとでかいかったですけどね、アベレージが。今日はわからないです。三島湖でちゃんと釣るのは二十何年ぶりという感じなので。仕上がってるね、なんかな。仕上がった。あ、これがね、はい、メガワスのロケだったからね。抜けた、ごめんなさい。ほら出た。メガワスのロケだったらね、はい、いいんですよ、別にあのトップウォーターでやってるから、はい、やっぱね、いいポジションにいないとやっぱでかいバスは食わせづらい。まくってましたね。最初で最後のチャンスかもしれないね。食えばでかそうっすもんね、ここの。でかかったでしょうね、うん。こっち向かってくるからな。すごい。すごいね。すごい引きつね。まあ、メインスポットの魚だからやっぱ引きますよね。こんだけ引かないとやっぱりバスじゃないんだよ。いや、いい引き。山目水一発ですね。山目水引きますね。おお、まだ後ろから来てるよ、でかいの来たな。よっしゃ、よっしゃ。ちょっと太鼓出てきた。まだでかいのいますよね、ここ。いやー、いいですね。針がちゃんと口の中かかってるんで、丸飲みでしたね。すごいですね。ミミズの上に来ちゃってますけど。これ一番難しい状況ですよね。いや、やっぱりね、こういう魚を食わせるためのルアーなので、まあちょっと、これまだサイズがね、この辺泳いでるんですよ、ちっちゃい方なんで。まだまだいきますよ、はい。ありがとう。いやでも今の魚であんだけ引くとちょっとでかいの来たら心配だな。これ今の今日一ですね。いやーどうでしょう、カバーの方がでかかったかもしれないですよ。下の上げてるやつだよ、今日一じゃない。40ぐらいですよね。ちょっと今のね、頭でかかったけど体ちょっと変形引き方だったんで、引きはしつこかった。引きは今日一です。引きはのされましたもん、下でした。はいはいはい。今は本当に10ストローシェイク、バスが泳いでいた進行方向のルアーをボトムに置いておいて10ストローシェイクで食わせました。でどちらかというと僕ダウンショットの方が1点シェイクってやらないんですよ、はい、もう寝こりルアー1点シェイクっていうのを結構やります。あるいは動かさないっていうのもやります。一発目食ったのは動かさない時に食ったんですよ。でこうちょっと引っかかりもの多いからバイトかなって聞いてたらバスだと思ったら外れちゃったんで、今のはもうちゃんとさっきのミスもあったから
こういうバイトが出るよな、ほらっていう感じで汗がジャンプかかりましたね。当然にこうボイルしてるんで、まあミノーだとか、ね、トップウォーターだとか、そういうミノー系ワームだとか、そういったのはもちろん、ボイル打ちとしては正解なんですよ。はい。ただ、ボイルしてなかったらそれは釣れないですよね。はい。オフあるんで、そのオフの魚にスイッチ入れて釣るっていうのは、ちょっとこの状況では難しいんですよ。天気も天気だし、人も気なしに入ってくるし、はい、なので僕はこれは完全にオフな時に魚のポジションでちゃんと釣りたいなと思ってるんですよ。オンの時は多分ボイルしてる時は逆に言ったら何投げても食えます、はい、で逆に言ったらそのオンとオフの境目の時は何投げたってスイッチ入んないです。だったらそういうのじゃないところでスイッチを入れなきゃいけないなっていうのが今僕が考えてることです。まあ、山水で釣りたいっていうのはもちろんあるんですけど、まあそういった魚を口使わせるためにこれ使ってる。だからこれもしここのポイントトーナメントで入ったら僕は2本立てのタックルを用意してると思うんです。ボイル用とこれと。で、その今ボイル用はやってないです。まあボイル用でじゃあ何やるんですかって言ったらまあライクでしょうね。ライク 2.5 のノシンカツイッチとかそういった釣りになると思います。まあそれに匹敵する釣りで、中層で食わせる釣りをまあ、重点的にやっていくと思うんですよ。よっしゃ、あれか、今のよかったな、今言った2匹のどっちかっすよね。だとしても50近かったですね。あいつっすよね、多分。いや、あいつじゃないです、あれよりでかいです、2ついて、それです。うわぁ、今のでも今日ありそうっすね、ありそうっすね。今のでかかったな。50出ちゃうんじゃないですか、今日。あげれるかな僕自信ないですよ。ちょっとね、エリアが狭いので、網がないのはちょっと痛いなと思ってます。うん、まあ、取れなくても、かけるとこまで行きたいな。なんかストローシェイクの真骨頂が今、うん、この難しい状況でこんな次々に口使うなんて。さっき昭和使ったじゃないですか。はあ、昭和ラインを一回使って。昭、は、和、あはあ、サイドまで魚寄ってこないときは、ラインを一回沈めちゃってからシェイクを始めるんですよ、はい、その時にフロロカーボンを使ってるってのもあるんですけど、はい、完全にラインが沈んでからシェイクを始めると結構食ってくれるんで。ただね、ラインを沈めてやるとどうしても合わせた瞬間に石とかにペンペンってラインが当たっちゃって、はいはいはい、で上げれる自信がないと言ってるんですよ。実は何年か前で八坂ダムの試合、この釣り方で、まあ、湖の岬の遥か沖、水深7メーター8メーターのところにポカッと浮いてる60近いの3本かけて1匹も取れなかったんです。食ってるんですけどね、やっぱラインが持たない。まあ、キッシュを使って食わせるんじゃなしに、今ボトムを使って食わせてるんだけど、はい、まあその今度はラインの気配を消して魚に興味を持たせるっていうことですね、うん、これもハーフサイトですよ。魚が行った方向に投げてる、うん、何もないところじゃやっぱやってらんないです。ところ行くところを予想して先に入れといて、ラインの気配を消しといて、でルアーを立ち上げるように一箇所にシェイクして、はい、でやっぱネコリグのワームなら長いから立ち上がってくると視界に入ってくるわけですよ、はい、ボトムべったりじゃないんで、はい、まあ、そういったのを発見させてその場所から動かさないことによってバスが食いに来てくれる、まあ、自分で発見したと錯覚させて。そうですよ、まあ、こういうテクニックなんで、まあ、やっていかないとちょっと覚えられないんだけど、このまあ、ネコリグなんですけど、分かっているか分かっていると思うんですが、まあ、ネコリグの僕の中では最強の使い方。いやいや、いないです。何ですか、その泡は。え、来た、おっしゃ、おっしゃ、来ましたよ。止めといてもらったよ。大丈夫か、この釣り方で。もう完全にジュース飲んでましたよね。いやいや、元気っすね、でも。ここのさ、引きますね、やっぱベイト引きだけあってね。いや、いいっすね、いいっすね、これ。あ、外れた。外れてしまいました。いや、元気っすね、やっぱ。ですね、今グラインブレークじゃないですよ。外れちゃった感じですね。いや、めっちゃ行きますね。今ね、ちょっとサイズ見て、あまり大きくなかったからドラッグ締めたんですけど、口切れしちゃいました。はい。肝は、割りかしステイですね。止めとくと割りかし食いますね。まあ、結構活発にベイトを追ってる個体群なんですけど、それでも止めておいた方が釣れるというこの不思議。ちなみにネコリグなんですが、今ちなみにさっきから進化ちょっと軽くしてます、はい、ちょっとこの辺ね、堆積物が多くてボトム取るとなんか葉っぱみたいなのが引っかかってくるんで、はい、ちょっとボトムの上で止めたいなと思って 0.5
4号グラム。あ、 0.45、はい、ここまで下げてるんですね。そうですね、それに変えてます。ちょっとさっきキャストが届かなくなってるの見てキャスト下手だなと思った方もいると思うんですけど、はい、そういう理由でキャストが届かなくなってます、うん、これやめようよ、向かい風が厳しいですよ。いや、それ超えたら桃源郷っすよ。いや、僕あんまり信じてないんですよ、あなたの言うことを。分かってる。でも大体いつもそうやってフォロー吹かれて嫌な思いするのは僕なんですよ。お付き合い長いから分かってるんですよ。広いは広いです。まあまあ感覚で言ってるな、この人って。いやあ、抜けた、でかかったぞ。完全に雰囲気ありますね。こっちに上がってたんだ、みんな。でかかったですね、今ね、食ったのね。いやー、成立でしたね、今。甘みだったよ、くっそー。完璧もらったと思ったのにな。甘がみだったよ。フレンチキスでしたよ。いやー、やっちまったな。やっちまったら、今かけてもどうやってあげたらいいんだろうね、この3本のりこの岩場でね、そんなこと考えてもいなかった。今やっちまったな。うるさい。分かってるさって言ってるから、もういちいち言わなくていいんですよ。ボーレさんもバシッと50つるんで、本当にボイルしたやってるとか迷惑だ。なんでその甘神ってよ。山の水調子だぜ。これ難しいぞ、ちょっと開けるの。でも今の強引に行かないで岩の間でしたからね。いや、今だってあれ以上何ができるって話ですよね。この隙間通してだって、いや、追っかけるところまで行ったんだけど、その隙間で頑張りすぎちゃったから糸持たなかったですね。努力出したら終わってましたからね。やっちまったぜ。ああ、深くない今のは。珍しいのを見ましたね。
やっちまったぜ。むずいな。くそ。完璧だったんですけどね。すべてがね。金剛もバッチリだったってことですもんね。バッチリですよ。やっぱほら途中で投げたりしてリズム狂わせるから。いや、あれでワンテンポ置いて食ったのかもしれないです。バカじゃないですか。でももうなんかじゃあ、ね、僕はいつも田中さんの使いすぎがないと食わせられないってこと。え、そんなことあるわけないじゃないですか。いや、今のはでもそうとしか思えないですよね。いや、もったいなかったな。ああ、また来た。いるのか、お前ら。こいつらは正直な状態ではもう食わない。ニュートラスね。コンクルージョン。七色は羽で見つけてカットテール入れてたんでしたっけ。いや、もうそんなん絶対取れないけど、今。もう羽で見つけることもまず煩わしいから、うん、気合で見つけて、気合でするってことです。はい、いやー、もったいなかったなぁ。4パチぐらいありましたね。頑張りゃ。欲しいっすね。いやー、くそー。まあ、でも、時間たっぷりありますからね。いや、もうないよ、時間なんて。え、ありますよ、まだ。もう帰りたいもん。え？もう早く、もう。お願いしますよ、小森さん。全く邪魔しておいて。俺、今、絶対邪魔してない。邪魔してない。もう途中でリズムが狂ったんですよ。邪魔してないですって。やられちゃったな、クソ。仕事ってうまくいかねえもんだな。はい。小森の野郎、バラシャーって言う。あ、ギルの田中です。お世話になります。はい、はい。最後までもう諦めないですね。上流の魚ね、ほら40アップ。さっきのことではないですけど、出ましたよ。イエーイ、すごい。よし、まず1匹目、リベンジ。次行きますよ、次。ハムハムした。よっしゃ、いつも七色でやってるやり方です。まあ簡単ですよ。バスが見えたら、見えたところの前方方向を岸側に入れてやるだけなんですけど、はい、これがね、ミミズだと見事に食うんですよ。一瞬で食いましたね。一瞬なんですよ、これ。このためには持ち替えましたもんね、はい、セッティング。さすがにビーじゃあれは食わないと。まだまだサイズが足りない。でも山のミス。いやー、今のはお見事というか一瞬でしたね。あれが50アップでも、はい、カニ60でも同じです。入れる場所と、入れる場所もやり方も食い方も、はー、でかいから食わないってことはないし、ただタックルは変わらないです。やっぱりこの糸の細さと、はい、やっぱりあのアプローチとこのルアーっていうのが肝ですね。はい、ありがとう。でかいの探しましょう。はい、見つけりゃ釣りますよ。どうなんですかね。ちょっと離せるな。まだあと5分ある。よっしゃ。本コアカバー。でもサイズは出ない。外れた。上がりますだったんですけどね。今あと5分。68になると網がいる。ねえ、上がろう。はい。あ、本当だ、チャイム鳴るんだ。これが本チャイムだった。やばい、授業始まっちゃう。
って山水、いよいよ登場、超生命体マテリアル、ゲリー素材の水型バーナーです。何読んでる。カリフォルニアロールに代表されるボディの太さにテーパーのないノンテーパーワームは、ネゴリグラダウンショットワッキーなどで使用したときにフックをかけた位置に加えたアクションがテールまでロールしながら伝わります。このアクションはバスの食欲を刺激する食わせアクションです。2016年のサメヨラダムとか2016年の、七色ダムで僕が使って優勝したテクニックですね。あと2018年のバスオールスタークラシックもこのノンテーパーのワームネコリグで釣って優勝してます。他を圧倒する実績を誇る超生命体マテリアルのゲリー素材により、このテクニックがさらに究極のものへとなることが間違いないでしょう。ネコリグはもちろんワッキーダウンショット、ノーシンカー、ジュグヘッドなどあらゆるライトリグに対応しています。ラージマウスバスはもちろんのこと、スモールマウスバスにも食わせの一撃となります。こういったワームですね。今急に始まった、何ですかこれ。これ解説ですね。これちなみに僕が書いた文章なんで、はい、今あえて読んだように言いましたけど、はい、内容は僕が考えた内容です、はい、